刃関と風のように万里をかけ緩むことなく戦場を進む希代の名馬、その威風はまさに軍神の乗馬たる堂々としたものであった。今関羽は居城を開け関との世話を関銀平に任せていた。だがここで思いがけない事件が起こる。ある日関銀平はいつも通り関とを散歩へと送り出した。思うさま歩き駆け厩舎へ戻る。それが関との日課であった。だがその日はいつまで待っても関とが戻ってこない。関との身に何が。もしや昨今出没するという馬泥棒の仕業か。不安を抑えつつ関銀平は正妻宝三条らと共に捜索へ赴く。かくして名馬をめぐる競争が幕を開けた。軍神の娘関銀平、非力ですが頑張ります。関とには分別がある。勝手に逃げ出すとは思えない。きっとこれは関とを欲しがる誰かの仕業。危険はないと思うけど早く取り戻さないと。これって馬泥棒のせいじゃない。お父さんの馬盗むとか許せないし。関とは私が連れて帰る。でお父さんにいいとこ見せないとね。関とどこ行っちゃったの。お腹空かせてないかな。私がちゃんと見つけてあげる。だからそれまで待ってて。あの門を開けてください。行ってきます。開門します。お気をつけて。関とどこに行ったのかな。近くの人に話を聞きながら探さないと。このようなところで何をしている。どこぞの勢力の患者か。違います。私たち馬を探しに。もう話を聞いてください。情報を入手しました。先の拠点で動物を見た者がいるそうです。情報ありがとうございます。すみません、こちらに席って。え、あれ白と黒の服は。この子さらう気でしょ。子供は私がやっつけちゃうんだよ。この子は私たちが可愛がって、それを盗もうだなんて許しません。見ていて。忘れない。
すごく速く走ってた子がいたかも。足が速いならきっとセキトです。教えてくださってありがとうございます。あ、いました。あれ、黄色と黒のシマシマはセキトじゃありません。なんだ貴様らは。私が相手だ。勝負してもらおう。もう抑えられない。
くいきそう。これでいいかな。見ていて。うまくいきそう。これでいいかな。なんだ、俺たちはこの馬を保護していたっていうのに。言い訳とか聞きたくないんですけど。南仙北馬という言葉がある。きっと孫悟ではいい馬が育てそう。だから関と。失礼な言いがかりはやめてください。本当に保護してくれてたんですか。最初からそう言ってるだろうに。家計の練習をしてたら紛れ込んできたんだよ。乱暴にしてごめんなさい。それにありがとうございました。おっといえ、当然のことにしただけですから。それよりその時に怪しい人影を見たんだな。しませんね。おとなしく持ち主に返しなさい。ちょっと待て、馬泥棒でこの俺が逃がさないぞ。次へと鬱陶しい。力ずくでも押し通る。私の知略が
選ばれようと。敵将討ち取った。無事だったよね。じゃあ結局動物の神隠しって